こんにちは。どうまです。さあ、今日は、まずは一本もらえたね。嬉しい。嬉しい。カムバックキャンペーン。9500ポイント。大切に使おう。大切に。嬉しいわ。でかい。9500ポイント。おげーい。1万ポイントに戻った。はい、OK かな。ということで、今日はキメラウォッチ。強敵。キメラウォッチ。行こうか。いつも通り。まあ、初見も含めて3パターンぐらいで勝てたらなっていう予定かな。まあ、封印はいつも通りのやつ。あ、1個もやってなかった。あれかな ?4 つかな多分4つだよね。4つだね。はい。おげーい。お宝のやつだけやってないってやつね。第3の宝箱か。宝箱と第7の宝箱やってない。強敵全部倒したっていう感じで、封印4つで行こう。とりあえず初見で行く?やってみて。一回。知らないんだよ。一回やってみて。あれだよね。全体攻撃だったから、バリアのやつだよね。バリアのやつ。バリアは確定で来るとは思うんだけど、バリアって、なんかそうだよね。この右、左右のこの雑魚キャラのやつが強いのかっていう問題。これを倒さなきゃいけないんだけど、この右左。押せない。20万え?ちょっと無理か。ちょっと待って。20万か。あー、そういう感じね。なんか対策されたんだよね。昔はなんかさ、戦地を打って、今回言ったらウルトラ Z の剣王のデカプニ消したら、右と左のやつ倒せるみたいなやつあったんだけど、多分これ無理だな。まあ、一回試してみる。か。これでさ、なんか倒せるみたいなことない?ないかな?さすがにないよな。これ4つ消してさ、なんか、強敵、左右の、足りないわ無理。あー、分かってた。これうまくいかないのは分かってたもん。NEXT。OK。分かったわ。よし。まず、普通に勝つバージョン。いこうかな。このパーティーでいく。やっぱりあれだね。バリアは、オロライブの時も言ったけど、船長大活躍だな。多分これで勝てると思うんだよね。普通バージョンね。これで2個でいいな。何がでも2個でいい。剣王のやつ。剣王のデカプに2個でいいわ、これ。これで船長すぐ貯めて、これでも高速でやんなきゃダメなの、多分。交渉海賊団行って2個膨らまして、すぐ技打つ。闇を打ち消すのは光だ行って、このままタップ。そしたら、右左やられてるよね、多分。倒せてるよね。攻撃後に、で、鉱物上げる。これ攻撃受けたらダメだね。これ、攻撃受けたらやられるから。で、剣を打って、で、剣を溜まるでしょ。ウルトラセットの。で、いけんじゃない?倒せるでしょ。さすがに倒せるでしょ。どげーよし。あ、これいいね。これまあ、普通なのか、これは。ちょっとパーティーは強いけど。まあ、とりあえず勝ってたわ。オーケー。よし、行こう。何パターン目だ。ゴリ押しでも多分いけるわ。宝生海賊団。船長なしでもいけるね、これ。パワーダウンめっちゃする。ただ、武蔵を速攻貯めて、いいよ。で、剣王を、これで貯める。パンチして剣を貯めて、闇を打ち消すのは光だして、これで右と左は倒れるやん。で、ここで頑張って、すぐフィーバー入るみたいなことない。あ、来た。あ、これでもう、これでゴリ押しで。これ別に G じゃなくてもいけるよね。いけるよね。多分いける。技は多分これでいける。これで勝てる。あ、100万くらい出てるもん。オーケー。あ、これでも全然いいね。これでも全然 OK だ。ちょっと時間かかるけど。よし。順調。結構やられてるけどね。裏で結構やられてるけど。まあいいや。OK。NEXT。世界最速。ラスト行こうか。もうこれはでもあんまり。まあ、ニャンバーバテラ入ってるしね。参考とかにはならないと思うけど。これで行って、船長速攻で行っって、アマテラスもそこで行って、で、4つ作って、宝生海賊団して、まあ、宝生海賊団2回みたいなもんだね、これ。で、アマテラスでも大きくする。天下流星でもさらに大きくしたら、でかすぎて、2体とも倒せる。確か。で、光だ。光出したらチャンスになってて、これで倒せる。はい。でも、たまになんかね、負けるけど。たまに負けるけどね、ちょっと。まあでも、早いね。早い。まあ、ざーっとやったけど、こんな感じかな。3パターンぐらいやったよね。うん。こんな感じかな。結構大変だね、倒すの。やっぱ、封印。お宝の封印やってないからね。お宝の封印やってないから、まあ、ちょっと大変だけど、まあ、勝てなくはないかなっていう感じかな。よし、仲間にしていきまーす。宝生海賊団して、負けない。光出して、その間に鉱物あげて、このパーティーがいっちゃいいな。このパーティーが一番いいわ。これ一番最初にやったっけ？一番最初にやったっけ？このパーティーがなんか安定するわ。うん。確実に勝てる。なんか世界最速とかなんか、不利運が悪かったら負けるから。これは全然、マジで負けないな。これ安定だな。これがいっちゃいいな。よーし。よーし！二つに !8 年ぶりですね。オッケーってことで、ちょろっと言ってたけど、最初のパーティーが一番いい。マジで。ウルトラ Z のさ、剣王のプネが少なかったりするとさ、他のパーティーだと負けたりするのよ。なんか、でもこれだとまあいけるから、このパーティーが一番いいわ。オッケー早めに落ちたわ。楽しみだな。バトル終わったけど、バトル終わったのだが。キメラウォッチオッケーあれかな昔あったもんね。黒い妖怪ウォッチみたいなやつ。あれと一緒な感じかなだよね、多分。オッケーってな感じで、まあ、倒し方はこんな感じです。ちょろっとだけ使いまーす。ゴー使っていこう。謎の不気味か。すごいわひれ伏せスーパーフィーバーね。ちなみに、さくちゃんも、スーパーフィーバーってね。まあ、両方強いけどね。でもさくちゃんデカプリで降ってくるのか。だからまあ連発はしやすいか。これ整理だよね、確か。整理されて、あ、デカプリで降ってくるのね。どっちが強い？あ、でも今回のやつの方が強いか、こっちの方が。俺、あれだからね、フィーバーゲージグビって上がるからね、スキルが。はい。まあそんな感じかな。はい、オッケーみたいな感じで、まあなかなか強いかな。この、なんだっけ、名前忘れちゃった。キメラウォッチだ。キメラウォッチ。なかなか強いキャラかな、という感じかな。はい、ってことで、こんな感じで、もう一体いたよね。なんか不気味の、あれが、スーパーフィーバーって。この子だっけ多聞天なんちゃらいたよね。多聞天系があれ、スーパーフィーバー、不気味、スーパーフィーバー。これってあれだっけ解放してないスキル2解放してないわ。なんででもスキル上げてないからきっと強くないと思うのだが。あ、なんでだろうちょっとわかんないけど。多聞天穢れもいるし、スーパーフィーバー。さくちゃんもいるし、みたいな感じかな。3体目かな。トリプルゼータだと、タスプーン。3体目だね。はい、3体。3体スーパーフィーバーいると。いった感じです。オッケー以上ですキメラウォッチ結構強えといった感じでしょう本日は以上です明日の動画上げていきますチャンネル登録ぜひよろしくお願いしますまた明日の動画でお会いしましょうじゃあ